ワンオクロックタカ×ニッシー、ミセス大森×中島健と、キングヌーイグチ×ポルノオカの惹かれ合う才能たち。音楽業界において、異なるジャンルやバックグラウンドを持つアーティスト同士が惹かれ合い、深い信仰を築くことは珍しくない。その背景には、互いに尊敬し合う姿勢や共通する価値観があることが多い。今回は、 そんなアーティスト同士の絆について、象徴的なエピソードを交えながら紹介していこう。画像、ボウすら演出に変えるワンオクロックまず最初に紹介したいのはワンオクロックの高、ボ、とニッシ西島高弘、の友情を超えた指定のような関係性だ。先日 YouTube で公開、1、された日誌シの新曲、スレーブ、 の制作風景から、この二人の関係性の強さは見えてくる。これまでも喘息に悩まされてきたというニッシー。本作も喉の違和感と戦いながらの制作となった。そんな苦境に対してメンターのようにサポートをしたのがタカである。過酷なツアーや旅重なるレコーディングなど、 長いキャリアの中で喉を酷使しながらも常に最高のパフォーマンスを見せてきたタカだけに、ニッシーに対するアドバイス一つ一つには説得力が宿る。今回公開された映像からは、具体的な発声のディレクションに止まらず、メンタル面でもニッシーを支え、拳ながら素晴らしい作品を仕上げる。 という共通のゴールに向かって二人三脚で進んでいるような印象を受ける。バンドとソロというフィールドの違いはあれど、どちらも常に新しい挑戦を求める姿勢が共通しており、アーティストとしての孤独や葛藤を理解し合える存在であるからこその深い信頼関係が築かれているのだろう。まさにシンパシーとリスペクトによる素晴らしい関係性である。 次に注目したいのは、ミセス。グリーンアップルの大森元木、ボジー・ティーと中島健との関係だ。今年9月にはお互いの公式インスタグラムにニューヨークで朝食を楽しむ姿を公開し、意外な組み合わせにファンを驚かせた、2. 音楽のジャンルや活動の形態が異なる2人だが、共通して、自己表現。 に強いこだわりを持っているのは特筆すべき点だろう。大森は自身のバンド活動を通して、音楽的なメッセージを常に革新し続けている。楽曲はもちろんライブでのパフォーマンスについても、ツアーごとに目覚ましい進化を見せてくれている。一方、中島はアイドルの枠を超え、俳優やパーソナリティとしても活躍し、多面的な魅力を示し続けている。 この二人は、それぞれの立場で自己表現を突き詰めていることから、互いに刺激を与え合う存在となっているだろう。また、そこに共通する、プロフェッショナルな姿勢、がファンに対する誠実さを体現していると言える。キングヌー・イグチ×ポルノオカの、アイミョン×トゥワイス・チェヨンの交流とは、キングヌーのイグチサトル、ボ、キー、 とポルノグラフィティの岡野昭人、母、の関係も非常に興味深いものだ。世代が異なる二人だが、青春時代にポルノグラフィティの音楽に強く影響を受けてきた井口にとって、岡野は雲の上のような存在。そんな井口のポルノ愛が溢れ出したのが2019年6月にオンエアされた、キングヌー井口悟のオールナイト日本ゼロ、ゼロ。 日本放送である。番組では、ポルノグラフィティの特別企画として、勝手に、ポルノグラフィティ 20th Anniversary Radio を放送。ポルノグラフィティの楽曲をオンエアするだけではなく、カラオケ機材をブース内に持ち込んで熱唱するなど、大きな話題を呼んだ。その翌年にも、 ポルノグラフィティの活動21周年を記念した特別企画を観光し、カラオケなどで盛り上がる中、その際に岡野がサプライズ出演。夢の共演が実現したのだ。以降、交流が深まり岡野秋日かける井口悟るメロディ、プロットド,ドットバイブレーメン、という形でコラボ楽曲を発表するまでに至った。井口の一方的な愛に見えるこの点末だが、 活動形態や世代、キャリアを超えて岡野と井口がお互いに対しプロのボーカリストとしてリスペクトを感じているからこその絆であるように思える。最後に注目すべきは、シンガーソングライターのアイミョンと、K、K-POP ガールズグループ TWICE のチェヨン、チェヨンの友情だ。アイミョンと TWICE は2022年末の、 第73回 NHK 紅白歌合戦 NHK 総合で共演し、翌日にアイニョンが公式 XQ ツイッターにてトゥワイス全員との集合ショットとチェヨンとのツーショットを公開。さらに昨年1月にはペアルックで下北沢デートを楽しむ様子を互いの公式インスタグラムに投稿し、話題となった。4。 彼女たちは異なる国に生まれ、異なる音楽シーンで活躍しているが、共通して、独自の路線を貫く姿勢、を持っている点で深く繋がっていると言えるだろう。アイニョンは独自の世界観で各歌詞と歌謡曲からの影響も大きいポップなメロディーで日本の音楽シーンにおいて異色な存在感を放ち、 またチェヨンはトゥアイスの一員としてグローバルな舞台で圧倒的なパフォーマンスを武器に活躍し、グループではメインラッパーとして様々な表現や技術でトゥアイスの世界観をさらに広げていく存在でもある。音楽スタイルや文化的背景は異なるが、どちらも自己表現に対する確固たる信念を持っている点で共通している。彼女たちの友情は、 国境を越えた音楽の力を象徴するものと言える。これらのアーティストたちの間に共通しているのは、音楽という共通の言語を通じて、自己表現や挑戦に対する強い意志を共有している点である。ジャンルや世代を超えた友情は、それぞれが持つ独自の視点や価値観に対するリスペクトから生まれている。一方で、 異なるバックグラウンドや活動スタイルが彼らに新たな視点や刺激をもたらしていることも見逃せない。バンドとソロアーティスト、アイドルとシンガーソングライターなど、異なるフィールドで活動しているからこそ、互いに学び合う機会が増え、その関係が深まっているのだ。アーティストたちが惹かれ合う理由は、その根底にある自己表現へのこだわり、や、 挑戦し続ける姿勢、プロフェッショナリズムであり、そこには音楽を超えた人間的なつながりが存在していると言える。